整理しなきゃいけない。今井元副代表の除名処分を撤回された理由と、今後復党をさせる可能性があるのかどうか。今井元議員については報道もあって自らの責任を取って議員辞職をするという判断をされました。党としても除名するという判断をしました。その後この違法状態そのものが解消されたということと、そして今井元議員からも申請もあり、その処分については、この撤回をするとこういう判断を、いたしました。一番大きな理由は違法状態が解消されているということ、そして本人自身、もですね、議員辞職という責任を取って、きっぱり辞めているということも含めて、その違法状態が解消されている以上、その処分については撤回するという判断を、しました。ただこれは本人の名誉に関することでもあると思いますし、本人自身が復党するということは聞いていません。だから復党についてはないという判断です。本人が復党を求めてきても認めないということですか。現時点ではそうです。現時点では、そうです。来年の統一地方選挙に立候補したいと、維新が立候補したいといった場合にその可能性はあるんですか。それはないと思います。それは認めない、大阪維新の会としては認めません。ご所属で当選してきて復党したいというところは復党させます。いや、それはその可能性のことをどんどん言われても分かりませんけど、今の段階で復党させるということはありません。本人からもその意思もないし、復党ということはありません。少なくとも吉村さんが代表のうちには復党させないというふうには言えないです、言えます。言えます、言えます。僕が大阪維新の会の代表している会において大阪維新の会に復党をするとさせるということはありません。はい、わかりました。他はございますでしょうか。僕は日本維新の会の代表ではありませんので、そこは代表して言えませんけど、大阪維新の会の代表としてはそういう感じです。吉村さんとしては本当には反対、本人自身もその意思がありませんから。よろしいでしょうか。それでは囲み取材終了いたします。